しょうもない話をダベっていきます。ダベリズム、今日もダベっていきましょう。マナビズムの矢沢です。山椒です。ミー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 山本です。はい、それではね、第12回目やっていきたいと思うんですけども、今日はね、はい、早速ですね、お便りが、はい、届いてます。おぉ、はい、来た。これはまあ、内部のね、ここからなんですけど、昔、釣りをしていたと、バス釣りをしていた山本先生ですが、はいはい、とんでもない、ものが釣れたと聞きました。はい、どういったものが釣れたんでしょうかっていうお話。あれはすごかったよ。何が釣れたんですか？大体ね、釣れるもんって言ったら限られてますもんね。びっくりしたな、忘れもせんな。釣ってて、まあ、すごい引きやったわけよ、まず、はいはいはい、もうブラックバスの引きではなかった、はい、あれはもう竿もグーッと曲がって、はいはいはい、折れるんちゃうかぐらいまでなって、でなんかいきなり音聞こえてきて、でーでんでーでん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 ってなって、ジョーズ釣れたね。持って帰って持って帰ってジョーズで買ってたね、うん、家族の一員や、もう何やらしてもほんま上手。すごい、ほんますごい。 G とかもめちゃくちゃうまい。ほんのなんていうの、もうバランスとかもすごい、もうすごいね、 G 上手やな言うて、おんそれでうち上手やからな言うて、何やらしてもらって、ほんまにすごいね。暗算とかすごい上手にやらした、上手に。もう89みたいな、2桁のかけ算みたいな、2桁のかけ算で89ならへんけど、100個以上やから、それアホが出た。びっくりしたな、あれはびっくりした。他に、うん、どんな上手なエピソードあるんですか、その上手。いや、出会わしたこと、はい、あ、なんていうかな、気の配り方上手ちゃうじゃん。上手やったやん、上手。お前、いつはすごかったね。上手って言わない。上手やったね、気の配り方が。例えば、ちょっとどんな気の配り方なんていう、もうすぐもうティッシュとか、ちょっとティッシュ欲しい人見つけたらすぐさもうあれとね、上手やん言わへんやろ言うやろ、あれやろ、そういう上手やな、そういう上手やから。お出る前ね、それがな、ジョーズにとってはこれボツギリギリですほんまにボツギリギリアウトにしてもええぐらいなんですけどね。はい、12回目はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。